キラキーラネーチさん、ようこそ。地下では図鑑の虫の産卵育成ができます。おい、大きくて強い虫を倒すにはこちらも大きい虫を産み育てるしかありません。おい、産むところからね。産卵育成に必要なものはオス、メス、そして幼虫の餌です。やっぱいい餌あげないと大きい子は出てこないから。幼虫でオスとメスを蹴って続ける、やめる、続ける、オスとメスが交尾しました。あー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 、交尾してる。あ、ねカブトムシとクワガタのね、交尾ね、面白くて、ちょっと待ってよ。めちゃくちゃ交尾してるわい。なんかねでもよく見るんだけど、ちょっと見て。なんかこうやってカブトムシがこうやっているじゃん。そしたらこうやってメスがいるじゃん。こうやっているじゃん。なんかそしたらカブトムシのこのお尻のところからニンって出るもん。なんかこうねがね乗っけてあげるのね。こうやってメスの上にオスをこうやってヒュイって乗っけてあげるので、乗っけてあげるとこっからニンって出てきて、しかも、ね、結構鋭利、尖ってるの。そこっからうらこの後ろから結構とんがったやつがニンって出てきて、でここがガシャンってなるわけじゃん。でここガシャンってなったら、この状態になるわけ。今のこの状態にね、なんかこうやって本当になんかお尻をフリフリしながら、長いとなんか2、3時間結構ここにこういうこの体勢が続く。そうなの。だから結構長い、種類によるんだけど、ほんとゾウカブトとかはめちゃめちゃなんかゆっくりで、長くて、で、なんか、なんか成功した証みたいなのがあって、そう、成功すると、なんか、こっから赤い糸がミーンって出て、ここでチューンって繋がるの。あれ、あ、運命の赤い糸繋がったねーつって声、引き離すっていう。そう、成功の証みたいのがあるんだよね。全部が全部そうじゃないんだけど、ここはこうやってニーンってつなぎっぱにしとくと、今度オスがなんか興奮しすぎちゃって、なんかメスのこと倒しちゃうんだよね。なんかね、失敗したらこのニーンって出てるやつがニャンって引っ込んで、でなんかお二人ともこうやってなんか上に乗っけてたやつが、ニンニンってこう、別のところに行って、お互いになんかスンってしてる。いや、鳴き声はね、ないね。なんか無言でこの行為を行っている。2、3時間。で、しかもなんか、こっち主導じゃないと、あの、ね、やってくんない、自然にやってくんないわけ。だからね、もうわざわざねねが、こう、メスにね、あ、もういい、消すのめんどくさい。なんかメス、まずゼリーを用意するでしょ？ゼリーを用意して、その上に、まずメスを乗っけてあげんの。メスを乗っけてあげんの。で、そしたらメスが、まあお腹空いてたらご飯食べるじゃんか。ご飯食べ始めて、ここでじっとしてるなーって分かったら、別の飼育ケースから、オスを上にそっと
乗せてあげる。で、乗せてあげると、なんかすぐにここがニンって出るわけじゃなくて、なんかまず出ずに、こうなんか、なんだろう。こう愛を確かめ合ってんのかわかんないけど、まずなんかオスがちょっと興奮して、ちょっとオスが興奮して、なんかこう、お尻をこう、フリフリし始めるの。で、お尻をフリフリし始めると、なんか、始まるサイン。そう、始まるサインで、で、そうする、そうすると、なんか、ニンって、出てきて始まるみたいな。で、このまず、お尻フリフリを、見ないといけないんだよね。もう、だからこれは、もうそこを乗り越えた子たちってわけ。で、終わったら、すぐ話してあげないと、こうね、バトルになっちゃうかもしれないから、こう結構見守ってる。ずっとこれを見届ける。リアルだとね。ゲームだとね、飛ばせるかもしれないけど、リアルはそういうわけにいかないわけ。見守る終わるまで。そう、命の授業でしょ。やっぱ自然界はね、数打つんだよね。メスがいっぱいいるから。でもねねんちにはそんなメスがいっぱいなくて数打てないから、その一匹同士で必ず決めてほしいわけじゃん。で、そうなってくると数打てなくて、こうもう全部ね、こちら主導で見守ってあげるってこと。で、生まれるってわけ、卵が。大きさは丸です。すっげえ神秘。これ神秘の姿ってわけ。